熊本はキャプテンの平川、そして山口は副キャプテンの生駒が先頭にこの笑顔健康スタジアムに姿を現しています。シーズンの締めくくり、今前半45分キックオフの笛が鳴らされました。この辺りの展開は本当にいいですね。山口の方はサイドチェンジをこううまく使ってるんで、吉岡奪う、そして川野です。左足ディフレクションあったボール、押し込みました。山口先生、五十嵐が最後押し込んだ。レノファ山口先制しました。ここね、サイドチェンジのボールがこうちょっと引っかかったんですけど、ね、その後の切り替え、吉岡選手、うまく、ね、奪い返して、その後うまく拾った川野選手ですかね、持ち込んで左足のシュートのこぼれ球の反応、五十嵐選手、よかったですね、ここまでいけたのはよかったと思います。さあ、そのチャンスから得たコーナーキックです、キッカーは平川。変化をつけてきました、スルーして、上村周平、熊本同点、即座に追いつきました。8分です。わずか2分での同点劇。ここやっぱ山口の選手も3人ですかね、引き連れて、この背後のところ強引に、ね、こう持っていけるんでね、ドリブルで、ちょっとこう強引さを見せてもよかったのかなというシーンでしたね。ワンタッチで伊藤へ、1対1、左足、伊東駿、冷静に流し込みました。熊本勝ち越し、ひっくり返しました。前半17分、出してね、落ち着いて決めましたね。ちょっとね、こう持ち出しが今後半の45分が始まりました。エンド入れ替わって今シーズンの最終戦、ここ笑顔健康スタジアムに詰めかけています。セカンド拾った、島村抜け出す、折り返す、東山、最後押し込んだのは東山辰樹。リーグ戦では今シーズン初ゴール。ましたね、東山選手、利き足じゃないんですけどね、そうですね、丁寧に右足で流し込みましたね。平川へのボールは生駒が足を出していきました。ここで試合終了のホイッスルが吹かれました。